最近ファイヤーってよく聞くじゃないですか。そんなにいいかなと思って、うちのモコさんも言い始めたんですけどね、この一言で言わなくなりましたよ。はい、こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは定年退職者のお金事情と暮らしについて私の体験をもとにお話しさせていただいているチャンネルですが、夏休み期間は主に老後の暮らし面について短い Vlog 風に紹介していこうかなと思っているところです。今日はファイヤーについて思うところを話したいと思います。最近ファイヤーってよく聞くじゃないですか。 F ファイナンシャル、I インディペンデンス、 R リタイア、 E アーリーのそれぞれの最初の1文字を取って FIRE ファイヤーというらしいです。それぞれの意味は経済的に独立して早期に退職する、という意味になり、若い世代の中にはこれを目指している人が少なくないようです。ファイヤーとはもともと首にする、解雇するという意味なんですが、それを逆手にとってこっちから辞めてやるぜみたいな強気な構えがあります。要はお金を貯めて経済的に安定した段階でいつ会社を辞めてもやっていけるという選択肢を隠し持ち、本当に気に入らない仕事を強要された時には、その瞬間辞められるように経済的準備をしておくというような意味というか、気概が込められた言葉になっているのでしょうか。簡単に言うと、ある一定程度のお金を貯め、それを平均 4% ずつ利益を出る投資に回し、毎年 4% を増やしながら、その 4% の利益を引き出して使っていけば、元金は 95% だったかな、まあ 98% だったかなくらいの確率で減ることなく一生を送れるというのがざっくりした理論のように思います。社畜と言われるサラリーマン生活の真っ只中を生きている30代、40代の方たちから見れば、いつ辞めたっていいんだぜという経済的切り札を持っていることは、実際に辞めないにしても心強いものを感じるのかもしれません。最近、どこから聞いてきたか、向こうもそんなことを言い出し始めましてね。何々さん、お前もか、と思った次第です。今日は、そんな誰もが憧れるファイヤーについて、私は反対の立場から話をしようと思います。このチャンネルは、最近では30代、40代の方たちも視聴し始めていただいています。ありがとうございます。今日はその世代に向けて老婆心から話をしますので、そこのあなた、しっかり聞いていってくださいね。もしもし、あなたですよ。反対の理由は3つあります。1つ目は、元金を貯めるだけで一生かかるんじゃないかって話。4% の利益で生きていくためには、元金が相当なくては成立しませんよね。4% 利益を出して 4% 使っていけば、確かに元手を減らすことなく利益だけで生きていけることになりますが、年間例えば400万円の生活をしていくつもりなら、元手は1億なくてはいけませんよ。そして投資に1億突っ込むなら、それプラス手元資金、現金ですね。これを残しておく必要があります。ということは、1億、まあ1億数千万とは言いませんけれども、1億1000万ちょいくらいの資金を持って、いないと始まらない話じゃないでしょうか。で、これだけ資金を用意する段階でもうすでに一生もんじゃないですかね。FI Financial Independent 経済的自立はもしかしたら年とともに徐々にできるかもしれませんが、リタイア、まあこれもできるかもしれませんが、アーリー早期には無理でしょうってなりませんか。ちなみにサマーセットモームのロータスイーターという短編がありますが、
これがよく似た話なんですね。今日僕は会社を辞めてきたという和訳で出たこともあるようです。彼が頼ったのは投資ではなくて保険なんですけどね。若くて財を成した主人公はほぼ一生過ごしていける保険を買ってナポリに移住します。ロンドンのシティで働いていた彼は旅先で美しいナポリ湾を見て、その美しさに魅了され、そこで一生を過ごしたいと思って保険を買い、勤めていた銀行を辞めるわけですよ。計算上は保険の年金で暮らせるはずだった。しかし実生活と机上の計算には当然狂いが生じて、彼はついに無一文になってしまった。というお話ですが、そこから先は実際の小説を読んでほしいですね。2番目の理由はですね、辞めてどうするのって話です。ファイヤーを語るときに、経済的に自立して好きな時に会社を辞めるという側面だけ夢のように語られますが、ファイヤーには後半の IR、早期退職の側面もありますよね。それについてあまり考えられていないような気がします。漠然と起業ができたらいいとか、好きを仕事に生きていくとか、働きたくなったら副業程度に働けばいいとか、そんな程度の話しか出てきませんよね。個人で考えている分にはそんな程度を夢見ていればいいでしょうが、家族で考えた時にそんなふわっとしたバブルのような夢は妻の次の一言で弾け飛んでしまいますよ。ちなみに動画で有名な両学長もダンさんもファイヤーについて語っています。でも彼らは綿密な計算や社会情勢、国際情勢を引き合いに出して賛成や反対をしていますが、家庭人の役割については気づいていないのか問題視しないのか言及されていませんが、実際はそんな壮大な話の前に妻の一言で夢は潰れます。すなわち、お父さん会社辞めたんでしょ、時間があるなら家事やっといてね、私仕事だから。実際はこんな展開になると思いますよ。妻は外に出たくてたまりません。たとえ仕事で出るにしてもです。ただ他に家事の担い手がいないので家に縛り付けられているわけです。もちろん家事が大好きっていう人ももちろんいるでしょうけどね。そんな時に家で暇をしている旦那を見つけたら家事の担い手にしか見えません。毎日家事と育児に追われるくらいなら会社で社畜をやっている方がよほど達成感があるし楽じゃないですか。両方やってきた私だから断言できます。なぜなら会社の仕事には一応終わりがあります。翌日に次の仕事が待っていようとも翌日までは仕事がありません。それに対して家事や育児は仕事が終わる前に次の仕事が湧いて出てきます。終わりという実感を持てません。なので、ああやっと終わったっていう安堵感が持てないんですよね。で、そんな日々を送ってるわけです。こんな状況をうまくこなしていく自信はありますか？今の会社の仕事を辞めて家事に専念する覚悟はありますか？私は向こうにこういう状況になるよねということを、まあ今こんな今みたいにね、切り口上じゃないですけども、まあやんわりと聞きましたよ。で、向こうはあーとだけ言って、その後ファイヤーについて話題にもなりません。きっと家事と自分の仕事と比べて無理と思ったんじゃないでしょうかね。さて3番目の理由です。資金は貯まった、妻も自分の夢を理解してくれたとします。つまり家にいても何も仕事がない、家事もやらない、育児もしない、傍らで妻が忙しく働いていても妻はあなたの生きたいように生きていいのよと理解を示してくれたとします。で、あなたは何をしますか？だったらバイト程度でも働けばいいと仕事を探しますか？が、結局見つかる仕事は多分ほとんど現場の仕事ですよ。現場の仕事がダメって言ってるわけじゃありませんが、上から命令されて動かされる社畜はごめんだと会社を飛び出した人は
現場の仕事はもっと大変に感じると思います。ここはもう自分を無にしてひたすら上から言われたことをこなすのが仕事なわけですから。社畜ですらないんですよ。はっきり言って部外者ですよ。今、現場で働いている私だからその実態がわかります。この状態で自由を得たのだから満足だと言えますか？さらに仮定を加えて起業できたとするじゃないですか。起業といえば聞こえはいいんですが、個人事業主ですよ。零細企業の社長ですよ。彼らの立場が自由だと思いますか？零細企業の社長ほど自由の利かない立場はないと思うんですけどね。すべての人に頭を下げながら仕事をもらってくる立ち位置じゃないですか。ま、個人事業主あるいは社長にはなったことがないので、私にはその実態がわかりませんけれどもね。想像はできますよね。会社を辞めて、そこにあなたの生きがいは見出せるのでしょうか。はい、今日は話題のファイヤーについて、その夢のあるイメージを剥ぎ取ったら、実際は何が残るのかといったことを中心に話をしてみました。もちろん、一人でやりたいことをやり抜くということに喜びを見出す人もいるかもしれません。でもそういう人は、最初から本当に自分のやりたいものを持っている人だと思うんですよね。ただ人に命令されて使われるのは嫌だというだけで会社の組織を飛び出してしまったら、その先に自分の思うようなポジションを見つけることは至難の業だと思うんですよね。ということで、ファイヤーはお金を貯めるという側面のみ、ああだこうだと方法論が語られますけれども、早期退職後について語られることが少ないので、危ういなと思って定年退職者の立場から現実的な話をさせていただきました。定年退職者ってある意味ファイヤーの4部分の中で FIR は成し遂げていますからね。その実態が体感としてわかるんですよね。ただ、いい、つまりアーリーじゃなかったというだけのことなんです。はい、最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。See you. Bye bye.